どうも、肉丸です。ご視聴ありがとうございます。今回もカエルさんとゾンビモードやっていきたいと思います。今回はですね、新しくシーズン 5.5、シーズン5リローデッドが始まりましたので、ストーリー任務が新しく出たんですよね。そちらをやっていきたいと思います。それとですね、新しい武器が2つ出たのかな?そのうちの1つ、今日、こちら見えてるんですけども、なんて読むのかな?ホルクみたいな。名前はよくわかりませんが、この、弓矢みたいのが出たので、これを持っていきたいと思います。見た目がですね、こんな感じ。なかなかかっこいいですよね。おそらく、なんかハンティングをするときに使う弓矢だと思うんですよね。なんか日本の弓とはちょっと形が違うんですけども、これまでね、これで横で撃つようなクロスボウっていうのがあったんですけど、今回のはこう縦で使うような、まあ、日本の弓のような使い方をする武器なんですけどね。ちなみにレベル6まであって、つい先日、レベル1ゾーンで、6まで、マックスまで全部上げましたので、今日はこれを使ってね、2ゾーンに行ったり、3ゾーンに行ったりね、ストーリー任務行ったり、頑張ってみたいと思います。今回のこちらの武器なんですけど、アタッチメントとしては1つしかありません。弓矢の種類をいろいろ変えれるんですよね。全くアタッチメントがない状態で、結構弾速がね、早いので、この弓矢もいいなと思ったんですよね。他にはですね、さらに威力が上がるやつとか、あとは先っぽに爆弾がついてるやつ、ヘルミットがついてるやつ、あとは催涙ガスがついてるやつ、で、スナップショットがついてるやつ、いろいろあったんですよね。結構ね、ゾンビモードだったら、催涙ガスとかもいいかなとも思ったんですけどね。あとは強そうなのは爆弾とか、強そうですよね。これに、なんか機密の、デッドワイヤーの起爆装置とかつけると強そうなんですけども、いろいろ欠点があります。弾速が落ちたり、なんか速度が落ちたりね。一緒か。弾丸の速度とボルトの速度って似てるけどね。あとは、威力が下がったりね。で、唯一ね、何もなかったのがこのスナップショットグレネードだけ短所がなかったので、今回これを使おうかなと。ね、何も短所がないし、スナップショットグレネードっていうのは壁の向こうの敵とかが見えるような、確か、装備だったと思うので、今回はこれをつけていきたいと思います。バックパックの中身はこんな感じになっております。武器の検証も兼ねるので、2パンチのセット、3パンチのセット、あとは、強い機密2つ、あとは脳死元と、残りに重装入れました。よし、行きますか。ではまず、カエルさんのスキンを見てみましょう。チラッと。何でしょうか?分かったでしょうか?ということで、今回、カエルさん何か、ナメクジで来てくれました。よろしくお願いします。光ってるね。後ろに、あ、カタツムリか。ナメクジのスキンのはずなんだけど、バックパックはちゃんとカタツムリになってるわ。よろしく、よろしく。じゃあ、これで行きましょう。ということで、今回の、あ、迷彩が外れてない?さっき僕迷彩があったのにな。あれ?あ、行きましょう。一応行くか。一応ね、カエルの模様の迷彩があったからつけてきたんだけどね。行きましょうか。また、パンチ状にいたら治るかも。おお、綺麗。なんか湯気が出てる。熱いんだな。おお、周りながら降りてた。車がないかな。よし、じゃあ、弓矢撃っていきますか。で、こうも構えれるし、横のままも構えれると。で、引く強さはいろいろ変えれるから、弓矢撃ったら、これ回収もできます、ちゃんとね。で、引かずにすぐポンと撃つこともできるし、そしたら全然飛ばないし、強く引けば結構まっすぐ飛ぶと。結構ね、強いかはわからないんだけど、撃ってて楽しい武器なんですよね。これはなかなか、これで強かったら、かなり使えますよ。おーい。すごい。あ、弓矢じゃないこの人。おい。おほほ。おーい、よろしく。さっきの人はあれだね。おーおーおー、いいよいいよ。あ、同じスキンの人だ。あ、この人も、この人はスナイパーライフルか。どうもー。あ、ここの上か。ここに行って、
殴ってと。オッケー。あー、でも迷彩剥がれちゃったね。じゃあ行きましょうか。ツーゾーンにでも行きますか。ここの辺にどうでしょうか。バギー乗ってね。どこ行った？ナメクジ。あれ？ナメクジどこ行った？あ、行った行った行った。よし、行こう。ちょっとまた段階的に強くして、今回もね、この武器の強さを見ていきたいと思いますが、この打ち方は結構打ちやすいんですよね。これレベル上げたの気づいたんだけど、最初はこうやって打ってたんだけど、これちょっとブレるんですよね。引いてるときブレて、うん。あ、スナップショットだ。よし、行こう。なぜか、興ざめされましたけど。よし、行こう。お、今日もね、3ゾーンが、盛り上がってますが、確か3ゾーンの儀式が、儀式の報酬が、これまで3パンチとレジェンドっていうめちゃめちゃいい報酬が出てたんだけど、それがなくなったっていう噂なんですよね。だからこれまでよりは、いつもね、ここ、全員入ってくるぐらいの勢いがあるんだけど、このね、周りにも結構いるのは、この儀式が落ち着いたからでしょうね。ぶっちゃけね、3パンチとレジェンドの報酬固定はね、ちょっと混雑する原因になるんで、個人的には修正されてよかったかなとは思ってるんですけどね。あんまり僕取れないから、取ってた人は結構ね、困るかもだけど。じゃあこれを取って、OK、行こうか。うお、開けてくれた、ありがとう。はい、横通りますね。あ、上飛んでる。あ、スポーツさんの人かな。いた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 。おお、で、これ刺さった人から回収できるんかな。はい、返してね。あ、いたいた、ごめん。ありがとう。カエルさんはスキンについてたスキン、武器を持ってきたんだったかな。あ、いいな。これ引いた時に戻したいんだけど、これを、あ、武器を変えたらいいんか。なるほど。ずっとね、引き金みたいのを引いとくの大変なんで、引き金ではない。これです。なんかね、手にクリップみたいに持ってるんだよね。これでね、カチャンって外すみたい。これカチカチってね。これこう引っ張って、今のでピッて離したら飛んでいくみたい。アーチェリーもこういう風になってるんかな。ちょっと、2ゾーンきついか。一発強化してもいいかもね。どこいますか？いない、いない、いない。あれどこ？あ、リサイプだよ。頭で。多分強く引いた方がダメージは大きくなると思うんですよね。あ、スピードコーラ飲まなきゃだ。バッカ開か。勝った！ありがとう。何もしてない。リュックは開かないので、とりあえず、またシーズン 5.5 になっても、開きません。あ、ありがた。じゃ、この隙に飲んじゃいましょう。これ飲むか。OK。弾はいくら？ 80 発ぐらいだったかな。あんまり撃ちすぎると怖いね。弾がなくなっちゃいそうで怖いけど。じゃ、次のお仕事行きますか。契約をマークする。じゃ、車に乗って、ナメクジ号に拾ってもらっていきましょう。あ、壊れそうだね。ここに車はあったけど、まあ、いいか。ここに一応車あります。ここに車あります。車を交換しましょう。あははは。ありがとう。車を壊しといて、次行きましょうか。今日も僕はおにぎりスキンできました。白い車におにぎりスキン。ナメクジが見えん邪魔だ前が見えん。じゃ、またエリミネーションしますかね。ます、ん？あ、また静かにしようって言われました。行こう。はい、で！じゃ、ここでガソリンを入れつつ、いや、さすがに、強化してないのは弱すぎるか。よし、次のお仕事行きますか。向こうだね。オッケー。リサイクルか。3ゾーンに行きたいんだけど、
相変わらず儀式は出ないけど、サンゾーンの人気は高いみたいね。なかなか仕事取れないかもだから、ちょっと2ゾーンでね、お金を集めるのもいいかもしれません。そろそろ一発強化するか。さすがにね。はい、どうぞ。あ、開きません。開きません。バックが開きませんので、まだ強化できません。いけ!カエルさんが強いはずだ。仕留めろ!最後。あ、手を狙えない。回復される。弱い。止めろ。手を狙え。オッケー。よし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 。ようやく。よいしょ。オッケー。あ、自己造成もありがたいね。あ、ジュースもありがたい。はい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 。ちょっと弱いなこれ。楽しいけど弱い。ちょっと待って、ちょっと強化したい。触ると開けるので、あ、もう一回触らなきゃ。触る、ちょっと取りたい。触った、 OK。 じゃあ一発入れますね。 OK。 よし、行こう。おー、車列が来たぞ。遅え。くれ。あれ、でもこれスナップショットになってなくない？これ通常の弓やな気がするな。やれやれ。なんか迷彩も、あ、間違えてセットしたんかもしれませんね。スナップショットをつけたつもりだったけど、ノーカスタムの武器持ってきちゃったかも。だからこれが一番弾速が早いんで、まあ撃ってて気持ちいいかな、一番ね。まあスナップショットも、デメリットは書いてなかったから、弾速一緒かもだけど、他のね、ヘルミットとか、ん？他のアタッチメントは弾速が落ちるんでね、できるだけこのスピードで撃てるのは楽しいです。痛い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 。はい。OK、潰しました。じゃあ、アーマーを拾って、ここに落ちてたね。よし、行こうか。あ、まだいっぱいあるよ。お、めっちゃある。ナメクジさんにあげるか。いけ。いけ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 。あ、強いね。あ、だいぶ強くなった。オッケーオッケー。あ、まあるよ、ナメクジさん。いらないかな？大丈夫かな？よし、行きましょうか。あ、ここにカゴ、カゴじゃない。箱があった。めちゃくちゃ壊した。オッケー。じゃあ次の仕事行きましょうか。あ、あんまり仕事がないね。まあ、近いし、これでやるか。オッケー、行きましょう。車運んで、もうお金貯まったらサンゾーン行きますか。青いね。よし、開けましょう。ほい！ほい！おー、楽しいね。よし、行きましょう。これを狙うか。結構これで狙っても精度が高いんで、これ腰ダメ打ちになるんかな、一応ね。真ん中の十字が見えると思いますけど、結構狭いんですよね。だから近かったら結構これでも当てられるから、これをするとさらに多分狭くなるんだけどね。だからちょっと打ちにくくなっちゃうんでね。素早く打ちたかったら、この横のまま打つのがいいかもしれません。よし、行こうか。車を運んでもらって。お、これ何してるんだろう。お、傭兵やってる。うん。なんか少し、サンゾーンが少なくなったような気がするけどね。当てろ！これか！くれ！当たった！当たった！当たった！歯車マークが出たら当たったということです。この辺か！惜しい！この辺か！惜しい！ヘルミットの矢とかだったらよく燃えそうだね。ヘリコプターも。この辺か！当てるのむずい。
ここか。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 で、レトゥおいおい、オッケー、取ろうとするな、報酬を。お、フロッパーもゲット。新しいね、今日はストーリー任務っていう表のミッションをするけど、またね、裏メニューも出てるらしいんですけどね、まだ全然調べてないので。了解、また難しい裏メニューもまた後日やりたいと思いますけどね。なんか捧げ物があるやつね、いつも通りなんかまたあるらしいんですけども。おー、オッケー、倒し行こう。オッケー、もう一発強くするか。じゃあレンチも入れちゃいましょう。これだったらもう2ゾーンだったらバリバリ使えるはず。あとシーズン 5.5 になって3ゾーンのね、ゾンビがどうなったかを見たいんですよね。めちゃめちゃ途中で、シーズン5の途中で強くなったから、強くなったというか、まあ、数が増えたというか。ほい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 、オッケー、はい、弓返してね。ほいほいはい、オッケー、ありがとう。オッケー、行きますか。仕事がなければもう中に行ってみるか。中もね、多いからね。だけど、ちょっと武器の強さも知りたいから、ジュース飲み行きましょう。スイッ！あ、車壊れそうだね。まあいいか、行ってみるか。いや、いざとなったらリュックが開かないからそれが怖いんだけどね。まあ行ってみましょう。ツーパンチ。カニレンチの状態でね。車もちょっと壊れそうだけど、とりあえずジュース売り場までは行きたい。あ、車買えるか。まあいいか。よっしゃ、危ない危ない。はい、ありがとう。ごめんね。通りますね。よし、行きましょう。どれが一番強い矢なんですかね。もしおすすめがあったら教えてもらいたいんですけど、なんか爆弾がつくタイプ、ヘルミットもあるし、あの、セムテックスみたいな矢がつくのもあるんで、あれもなかなか強そうなんですよね。あれにデッドワイヤー起爆装置っていう秘密のものをつけたらすごく強くなるんじゃないかなと思いますけどね。ちょっとね。今日はスナップショットをつけてこようと思って間違えて通常の弓矢でしたけど。よし、じゃあなんか仕事するか。取れた、取るか。ちょっとガンロッカー行きましょう。オッケー、取れるかな。まあその儀式がなくなっちゃったんで、スコーチャーの人はちょっと減ったと思うんですよね。スコーチャーはその儀式の時にスタートダッシュのためにね、みんな使ってたと思うから、3ゾーンの仕事を取りやすくなってるかちょっと検証しましょう。あー、やばいやばいやばい、逃げよう逃げよう。うわ、すごい。竜巻になってる、ここ。あ、ここにできたんだ。あ、今日入るとこ、ここか。なんかずっとかじられてますけど。連射、連射。これ引いてないから弱いんかな。オッケー。すぐ取れた。ナイス。しっかりと引いた方が強いと思うんで、こうやって連射しすぎると、弱いんだろうけど。いた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 。痛い痛い痛い、上登ろう、上登ろう。カエルさんの武器何？あ、両手持ち。あ、どうもこんにちは。あれ、カエルさんじゃなかった。あ、いたいたいた。おー、やらしく。うわ、眩しい。それ目に当てていいレーザーか。ついつい、さすがにまだこれじゃ弱いかな。倒せ倒せ倒せ。
頭も意外となくならないね。しっかり拾えれるから、120か。120が、まあ、すごい音がしてますけど。はい。はい。ちょっとこれじゃ弱いね。さすがに。もうちょっと強くした方がいいか。強いな。敵が強すぎるな。カエルさんのおかげでなんとか蹴散らしてもらってるけど。あと、早い敵に当てるのは難しいね。はい。頑張って働いてくれ。弓矢まめりになっちゃったけど。ん？あ、76% ね。お静かになった。今日も忘れず、ガンロッカーの中身を見てみるか。これがスト、ん？これか、ダークエーテルの裂け目。ん？ここに出るんだな。おー、竜巻がすごい。いた。頑張れ！ちょ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 。引く余裕がない。オッケー。ガンロッカー見てみましょう。おほほほ。スナイパーライフルやりました。軽い方のスナイパーライフル。これ使うか。最近スナイパーライフルも練習しておりますので、ちょっと、あれ大きいか。今、ワンパンチ入れちゃったけど、こっち、サイトが小さい方がいいな。あ、こっちのは小さいか。よし、行くか。あ、エアストライクもあり。仕事取れたら、あ、お墓ありがとうございます。もらいます。ありがとうございます。何か取れる仕事あるかな？なかなか厳しいか。何かないかな？あ、ここに三角が出てるわ。あ、ありがとう。ナイス大学。弾が少ない。遅っ！なんで、この竜巻の中だからかな。まあ、めちゃめちゃ遅かったな。あ、そういうことかな。もうすっごい遅かった。何？どこ？あ、ああ、これがそうなんだね。あ、ここに、だ、行くんだね。お、すごい！この中に作ったんだ。なるほど。ただちょっと行くには早いと思うので、お金もまだあんまりないし、お金貯めれるとこあればいいのにね。あ、あったよ。行け！取れるか？お、これは我々近いぞ。いけー！いや、ほんとスコーチャーの人が少なくなったから仕事取りやすくなったかもね。走れば、近いとこに出ればなんとかなるかも。ありがとう。さっきのとこだよね。ちょ、待て。弱いな、これ。頭を狙えればいいけど。ナイス！ありがとう！じゃあもう一回行きましょう。同じ場所で仕事します。外す！ダメだ！強化してないから弱い。よし、じゃあ動かします。もうちょっと強化してもいいかもね。さすがに3ゾーンきついので、ちょっとこれはバイバイして。オッケー、3パンチします。強いか、大丈夫か。ほい。お、今僕が倒したのかカエルさんが倒したのか分かりませんが、一瞬で分かりました。ほい。お、ほい。あ、いやー、ちょっと硬いな。やっぱりまだ使うんだったらやっぱ最高のレンチと3パンチがいるかもね、この武器は。どこにいる？はい。おー、おー。はい、はい。はい。えい、アーマーも取って、どうでしょうか？あー、頭に当てれば強いけど、なかなか3ゾーンのゾンビをね、頭当てるの難しいから、体で3発か。うわぁ！敵か、仲間かわからん。ちょっと早い早い早い、やばいやばいやばい、危ない危ない危ない、危ない。オッケー、ナイスー。あ、
いい電池来たけどね。じゃあ持っとくか。OK。次の仕事ありますか。ここに行くか。この車、誰かの車かな、もらっていいかな。誰も乗ってなさそうなんで、もらっちゃいたいと思います。お、ダークエテル行く人がいるんじゃないこれ。OK、車両で行こう。撮りたかったけど、天気が悪いですね。新しいダークエーテルが出たからか。あ、これは多分最初から置いてあるやつだな。もらっていこう。はい、乗ってくださいね。なめくじなのに早いじゃないの。いけいけ。ちょっとこの難しい任務ができるかやってみましょうね。強化せずにもう一回これで頑張るか。はい、どうぞ。見にくい。はい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 、きた。硬いな。ありがとう、ナイス。はい、車で行くか。はい、どうぞ。じゃ一緒に連れてってもらおう。この辺に置いといて。うわ、動きや機敏だ。あ、車一緒に持ってってくれ。うわ、硬いな。お、儀式があるじゃん。やっぱ人気なくなってるわ。こんな時間に儀式あることないもんね。ほら、儀式なんか報酬がしょぼくなったらしいんですけどね。何が出るようになったかは。撃てました。で、あそこの橋の上に行けば報酬がもらえるんだけど、ちょっと見てみるのもありだな。この仕事が終わったら報酬見てみるか。今さすがに行ったら怒られちゃいそうだから。さっきの文字が光ってる音久しぶりに聞いたね。キラ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 っていうのね。ここ1ヶ月ぐらいはもうずっと聞いてなかったから。やばい。車壊れる。頭狙いたいけど難しいよ。頭のとこに合わせて撃ってね。あっ、頭よし、追いつこう。え、アーマーが全然ない。早く行かなきゃいけないのに。弾拾って行こう。やべえ、めっちゃ向こう行った。すいません。 90% ね。頑張ろう。あれ、なんか変なの取った。うわー強い。おいおい、スイ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 、いけいけ、引っかかる。マックス引く時間がないかも。引けてるかわからんけど、じゃないと飛んでくる。はい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 。あ、ショックスティックになって、初めてがぶかいたわ。この辺のとこ落としたな。あったあったあった。まあいいか。ああ、意外と 88% すごいな。意外と耐えてる。カエルさんがめっちゃ頑張ってるわ。セントリーナイス。ちゃんと上に乗ってます。ディサイプル頭、ディサイプルの頭に米髪を打て。頭打て。オッケー。うわー、すごいか、数来る。さばけるかこれ。うわー、なめくじの方行ってください。でマングラーも来てると向こうから。倒るな。ナンパー74、意外とある。ういういう、しっかり引いて。はいはいはい、それ近いやつ、近いやつ。危ない。撃て撃て、引く暇ないぞ。もう弓だけ投げろ。もう
弓ごと投げろ。オッケー。じゃ。オッケー、ナイス。止まらん。こいつ止まらんぞ。ちょっと待って。きつい。もらいましょう。オッケー。よし、じゃあさらに最強にしますか。これなら一発になるのか。試してみたいな。仕事卵があります。あ、こっちもあるね。行こうか。 200m だけど、お、人がいないね。どうでしょうか。うわ、なんか煙たい。早く引いて。なんで、どうした。はい、お、頭だったら一発か。頭は当たらん。頭を下げんな。頭一発でも頭当てるのむずいからね。はい、あ、なんかもらった。やった、迷彩もらいました。どうしとるんだろう。卵を取るのか、エリミネーション、どっちでもいいですよ。あー、やっぱ体は3発か。頭狙わないとダメだね。頭難しいわ。頭、結局弾外すから5発ぐらい打たなきゃいけないから、だったら体に3発当てた方がいいかもしれない。ナイス。間違えた。違う、ごめん、なんでもないです。間違えた。ありがとう。行こうか。なんでもないです。行こう。大丈夫かな。よし、頑張ろう。あと15分か。15分たら、もうちょっと仕事したらお金を貯めて、弾をいっぱい買って、ストーリー任務に移動しましょうかね。うーい。出たぞ、メガボ。マンモスを倒せ、この弓矢で。遠距離攻撃。いやー、これ最強にしてもこれぐらいか。意外と難しいね。弾も連続で出ないし、もっと強くてもいい気がするけどな。はい、こっちの方が強いとかある。しっかり引いた時のダメージ、こっちの方が上とかありますかね。多分これも変わんないと思うんだけど、しっかり引いてるから。ただ精度がちょっと悪いっていうだけだと思うんだけどね。狙って、痛い。しっかり狙って。うん、やっぱこっちは打ちやすいね。視界が広いから打ちやすい。胸じゃなくて、本当は頭を打ちたいんだけど、痛い、押された。もらいます。これもなんか、スイ！痛い、子供出てきた、中から。やめてくれ。痛い、挟まれた。スイ！オッケー、倒した。お金もらいまーす。あ、ジャガーノートあるよ。ありがとうございます。もらいましょう、じゃあ。オッケー。お、迫撃もあるぞ。ヒルストリークの山だ。あ、開かない。またばっか開かない。じゃあ、もう、ショップ行きますか。購入ステーションはここだ。ショップ行って、行きましょう。ショップ行って、ここ行きましょうね。13分なんで残り、準備をしましょう。うい。ストーリー任務ね、ちょっと。前情報全く調べてないんでわからないんだけど、とりあえずわかんないから、いつも通り弾をいっぱい買っておきましょうかね。うい、硬い。うわ、おい、ジャンプ打ち。なぜかジャンプ打ち。ショップはここだね。よし、いっぱい買おう。
はい、落ちた。弾が。結構はいいか。電池もね。では、弾を優先させましょう。どうでしょうか。まあ、ブレードも使わずに行けたら使わずに行きたいんだけど。これぐらいでいいかな。まあ、アーマーに変えとくか。はい。お金、よかったら、あまりですけど。どうぞ。勝手に。これ最強だもんね。もうレンチは入れられないから。じゃあ移動しようか。ここだよね。あ、こっちか。あ、これ新しい裂け目か。この場所か。ストーリーは。なるほど、そういうことか。二つあるんですね。これが多分裏メニューの、裏メニューっていうか、ダークエーテルの方で、これがストーリーね。近いんだね。了解。捧げ物とかで入るとこはこっちか。向こうはね、より難しいので、今日はストーリーにも行きたいと思います。よし、行こう。ちょ、待って。レベルいくらの敵がいるんだろうね、このストーリーはね。だいたい、2レベルのゾンビだったらまあいいんだけど、やっぱ3レベルかな。まあ、ダークエーテルに比べたらちょっと弱いんだけど、この武器で、ね、2ゾンビぐらいだったら一発なんだけど、これだよね。一応、カエルさんに確認しながら行かないと、僕違うとこ行くときは、よしよし、多分、跳ねてるんで大丈夫だと思います。じゃあ行きましょう。はい。合ってるよね、合ってるよね。いで。じゃあ頑張りましょう。早く吸い込んで。早く吸、僕？あ、僕だった。オッケー、行こう。お、だいぶ人少なくなったね。ゴー。さあ、初めての場所頑張りましょう。お、この裂け目をいつまで維持できるかは。お、どこだ。あ、初めてのことだから。だから町だな。懐かしいな。前作 DMZ で戦ったあのビルのとこだな。もう感づかれた。お、どこに行けばいいんだろう。10秒前。存在を感じる。でも他にも何か。じゃあ行きますか。明かりのそばに。スタート。よろしくよろしく。どこに行くの？大体行く場所は書いてあるんだけどね。あ、なんだこれ？え？何これ？何これ？わかりません。え消えたけど。え、おあ、これ起動すんの？これわかんなくない？わかんないよ。あ、でこれは何ですか？あ、これはダメージか。うわあ、ちょっと待って、これこうやって進むん？ちょっとわかんないぞ。これここ行くんかな。勝手に進んでみよう。このジャンプ台みたいなのを利用するんだな。これ地上歩いても行けるんかな。これはジャンプ台知らない人は使えないと思うから、じゃあこれ行きますね、勝手に。はい。な、低くないか。危ない。あ、ちょっと、あ、こうやってちょっとずつ行くのね。勝手に行ってるけどいいかな。おい、痛い、カエルさんじゃない、これ。やべ、助けて、落ちる。あんま広くないからね、落ちるから怖いよ。早く意味や、来てるかな。あ、お肉はもういいです。行きますよ。どこいる？これ、あ、え、先に行ってるな。え？あ、いろんな道があるんか。な、これを倒したら、バイーン。低い。ちょっと待って、これ。カエルさんと離れたぞ、これ。やばい。これ一緒に行くの難しいな。ちょっと待って。同じジャンプ台を使わなきゃいけないんか。使わせて。使わせて。ここ行くんだ、これ。これやばいな。カエルさんと離れるぞ。あ、あそこに行くのね。オッケー。あ、行くぞ。カエルさん使ったんか、これ。おい、あ、こうやって、わかってまいりました。意味はわかったぞ。で、こっちでしょ。こっちにもあるが、こっちに行こう。
おい、来た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 よ。カエルさん待とうか。カエルさんいる？何個もあるんだな。こういうやつが何個もあるのか。あ、向こうか。みんな向こうにいるんか。だけどみんなからそれからこっちを渡るんじゃない。僕早いです。お、来た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 。オッケー。いろんな道があるんだね。よし、みんな集合した。じゃあ、あれ、どうやって押すんだこれ。え、あ、ありがとう。これ、これわかりません。これ、あ、何ですか。あ、なんか読むやつか。どこ読みゃいいの。ん、これハンドル。うわ、これ、あ、なんかお手手があった。なぜか出たかは不明。あ、お手手で、あ、これちゃんと調べないとわかんないわ。お手手、あれ、お手手検知器で、いやー、これちゃんと調べときゃ。あ、なんかあるぞ。なんかあるなんかある。あ、なんかある。ほら、ターゲットだ。あ、開示されていく。あ、なるほど。次どれ。やったやった、ありがとう。そこになんかあるんだね。なるほど。あ、ツボだ。なんか見覚えがあるようなやつだな。終わり？あ、これ順番系？どこ？あ、あった、あった、あったけど、これどうやって、上、むずいな、これ。あ、ここにもある。これ、あ、あ、一応合ってるんか？順番関係ないんか？で、押すんか。押せる？あ、え？あ、浄化。これ。探り探りやっています。すいません、皆さん。全くよくわかっていません。とりあえず、良さげなもんを拾って集めてボタンを押してください。何してるんですか？で、お手手を、かざすみたい。ここに。いたいたいた。敵弱いね。多分ツ、あ、2ゾンビって書いてあるわ。あ、だから一発なんだ。オッケーオッケー。よかったよかった。3ゾンビだったら強いからね。ちょうどこれワンパンで倒せるからちょうどいいわ。ジャンセンのためにゾンビを切る。あ、ちゃんと読めないかね。ジャンセンのために了解。これ範囲ない、あるんです。あ、この範囲ないから。もしかしたら。おーい、はい、入ってこいよ。ちゃ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 。オッケー、あ、行ってるね。オッケー、座れてる。おーい、中に入ってこいよ。オッケー、これを倒せばいいんだね。はい、入ってね、どんどん来てね。もう一ね、ストーリー任務はな、大体調べずにやれると思ったんだけど、ちょっと、あ、一人じゃ無理だったかも。助かりました。もう一個の方は捧げ物の方は本当に難しいからノーヒントじゃできないんだけど、毎回いけるだろうと思ってきたんですけどね、ちょっと難しいです。やったー、何かわかりませんが嬉しい。あ、新しいのが出たぞ。あ、どこだ、どこに行くんだ今の。どこ行った。あれ、ない。どこに行くんだ次の。あ、僕についてきて、じゃあ僕についてきても困るぞ。僕わかってないぞ。いろいろあのジャンプ台はあるな。あっちの方か。あ、なんかあるな。行くか。行け。勝手に行け。だってここに赤いクリスタルが見えたからさ。来てくれた。おお、チャンスも来た。これ絶対いいでしょ。よし、行くぞ。バイン。オッケーオッケー。あ、多分いい感じ。行け。なにこれ、どこ。よし、行こう。で、この上行こう。このターミネーター2のゴミ収集車みたいに乗って。じゃあ、びっくりした。あ、なんか、見えるな。何かあるな。あ、これか。せっかく上がってきたのに下行っていいんか。近くに思い出の品があるから助けてと小さな声で指示が来ました。じゃあ、見え。思い出の品を探すか降りて。あ、これか、そうか。あ、キリンだ。確かに懐かしい思い出の品だ。これ何？よくわかりません。あ、ちょうどいいね。3パンチしてくるとちょうど気持ちいいです、ここは。
思い出の品、あったあった、向こうにもあるな。いろいろ取っていこう。これ何思い出が思い出せない。何の思い出もないものしかないぞ。ここにもあるぞ。あ、ノート PC だ。ステッカー付きのノート PC だ。懐かしい。他なんかボクシンググローブとはなかった昔。これを、あ、全部集めたかな。大丈夫これ。画面外に。やめてよ。戻れ。あ、押したらいいんかな。オッケー。浄化開始。この繰り返しね。お、一回やったらわかるね。ルールが。で、またこれ倒して、魂を集めると。はい。ここも吸えますか？魂吸えますか？これ何だったの？これ意味あった？ナメクジでも見てみるか。ナメクジ 36.5 度平熱です。これ倒せ。おお気持ちいい。ちゃアーマーをゲットして、あ、全然弾使ってないじゃん。これ弾に変えたいけど、これいるんかな。これが何かわからんから捨てるに捨てれん。 OK。こっちの方になんかある。あ、なんだこれ。またなんかパソコン型。パソコンしかないぞ。36m。また向こうに行くんだって。ちょい上。ちょい上です。都合よくボートが斜めになっている。動いてるんだけど。おい、止まれ。向こう側から行くんか。よし、来れるかな、ナメクジ君に。あ、取れた。あれ、取った。おっしゃ、来てる、ナメクジ君。ナメクジ君来てる。ナメクジ君どこ行った。後ろいた。微妙になんかシャリシャリ音が聞こえるんだよな。こっち行ってるな。ついていくか。どこですか。わーい、わーい。何も分かってませんけど、わーい。どこ行きゃいいんだ、次。まだ集めればいいんかな。あ、なんか、あー、飛んじゃった。この地図見たら、エリアで異物を探索っていうのあるもんね。どこにある？これ一人だったら探すの大変だったな。ここの先っぽでしょ。ないんかい。あれよ、ここに。まだ上に行かされる。あー、あった。あ、なんかふわって、ちょっと。お、なんだこれ。セムテックスがあったそうです。なんかあるんだろうね。あ、あるんだね。了解。あ、あったあったあった。見えるんじゃん、ちゃんと。ありがとう。なんか落ちてたけど。やったー。次何するの？ゾンビをキルしよう。はい、ゾンビキル。仲良くここで。大丈夫ですか？助けに行くか。ちゃんと守ろう。どこ、トラックが完全に、勝手に上がるんだけど。さよなら、もう帰ります、僕。このトラックに乗って。ちょっと、めならない。じゃあ、これを取って。なんか言ってる。めっちゃ殴るけど。ダメだと、その人殴っちゃダメだと思います。任務失敗になっちゃうんで。お、思い出の品が感じられない。あ、また出たぞ、この黄色やつが。黄色一瞬でどっか行くから分かんないんだよな。あ、ここね。あっちの方に行こう。よし、110m 行こう。行け行け。ちょっと遠いね。ほい。あー、やばこれ良くないかも。大丈夫、こんなとこ来て。ゲームオーバーならない、これ。上どうやって行けばいいんだ。はぐれました。カズさん来てる。あ、上いる、上いる。あ、危ない、びっくりした。よし、ここ行って。あ、これ懐かしい、なんか出し競りがここになったな、この辺に。じゃあ違う。危ない危ない。
ふわふわゾーンもあるな。ふわふわ所もある。ふわふわ所あり。ふわふわ所で、あの上だって。あの上は勝手に行くけどいいんかな。これ紐とかあったよね昔。紐とかあったけど、ここにあったじゃん紐が前は。ちょっと怖い。カエルさん来てる。カエルさん来てる。大丈夫。紐あったのにここに。あ、20メートル。あ、ここか。あ、ここでいいんかい。うわ、どっちが動いてんの？ビルが動いてんの？電車が動いてんの？よし。オッケー。ちょっとずつこの黄色の目的地が変わるんだね。ありがたい。次どこ？ナメクジさんが言ってるけど、何向かって言ってるんだ？あれ？タワーを登って、あ、登るんだね。了解。登れ登れ。ここ？タワーを、階段で登るんだったっけ？これ階段どこだっけ？階段的なものが、あれ突き抜けちゃう。あ、え？こっちからだったかな？思い出せ。これ前作やってないと分かんないじゃん。この横、ここ、ここ、ここ、あったあったあった。ほらほら。おお、やったー、やったー。で、どこだったっけ？かんまり。エレベーターで、エレベーターで屋上までお願いします。あ、ここか。うわ、下に行くんかい、あれ。上の一階で、階段は？時間20分ね。多分これ今度15分とかでここ行けって言われるんかな。むずない？ちゃんと今回この調査しとかないとな。階段の位置を。どこだ？これ外だもんね。あ、難しいね、やっぱり。でもせっかく中に入ったんだから中だと思うけどな。違う。もうありましたか？僕が見落としてるだけかな。同じとこくるくる回ってるだけかな。お、一回下がるか。あえて一回下がる。下がっただけ。あ、ひもってか、あ、うん、一応ちょっと上がれるけどな。あ、これふわふわ所で行けってことじゃないの？ふわふわ所が下にいっぱいあるじゃん。どこにあんのよ。マップ上にはふわふわ所がたくさんあるって書いてあるから、このふわふわ城を経由するんかな。どこにある？これふわふわ城があるとは書いてあるけど、難しいね。あえて階段じゃないパターンなんじゃないかな。あ、あ、ジャンプゾーンもあるんか。なるほどね。階段で行くんじゃなかったみたい。やめて。ありがとう。そういうことね。一人だったら無理でした。じゃあ行くか。そい、低い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 な。低いな。これじゃなかったみたい。でもこういうことかもしれませんね。こういうのを見つけてどんどんジャンプ。え、なんか上にもありそうだな。なんか、あ、こっちの方行くか。別ゲームみたいになってきたぞ。全然もうアクションゲームになってきたぞ。来てくれてるね。これを辿っていくんじゃないかな。で、徐々に上がっていくと。紐があったでしょうよ、もともと。あ、でもよくない？考え方合ってそう。この使ってないのをどんどん行けばいいんか。あ、オッケーオッケーオッケー。どれですか？これがオッケー。で、これを行って、そうだ、これだね。こうやって行くんだ。なるほど、なるほど。調べてないからこうなります。じゃあ、二択どっち？こっちだね。多分こっち。急がば回らない。シンプルまっすぐ行く。あっちだ。あれ下がってないか、下がってないか、これ。あ、この列車に乗れとかないよね。え、これむずいね。うわ、むずい。なんかオンリーアップみたいなことさせられる。こっち行くか、こっち行って、いや、これ一緒に行ってないと多分はぐれるよね。僕だけ行っても良くない気がするな。これでちょ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 、よくない。大丈夫大丈夫。ここちょっともらいまして、
これじゃないでしょうか。乗ったと乗ったけど乗りました。どうぞどうぞ。あ、これでずっと上がっていくんじゃない。ほらディズニーランドみたいだ。行き先がわかる。どこに行けばいいか。このまま上がってくれ。あ、どんどん上がっていくわ。ほらお見送りもいる。キャストの方々が、キャストっていうか、やばいやばい、ミスった。やばいやばいやばい、やべえ、落ちちゃった。先行ってください。ミスったね。あ、そこに乗ればいいんだね。オッケーオッケー、すぐ行きます。ホーンテッドマンション次のドクロで行きますので。あー優しいね、降りてくれ。ごめんねごめん、ありがとうありがとう。つけた。急い、焦るな。これ行きましょう。あ、これで落ちないように、ここにね、ずれないように、これが安全です。皆さんこれ乗ってください。じゃないと上から滑り落ちますので。倒せ。16分。おお、焦っちゃダメ。もうこのままこれに乗り続けよう。先にヒットる。どうやって行ったんやそれ。行き方教えてくれ。これ乗り換え、一回乗り換えた方がいい。そうなんじゃない、これ。これ下行っちゃうもんね。これ乗り換える。でここだね。おお、行くぞ。よろしく。う、行きますよ。はい、なりましたか。おいしそう。危ない危ない危ない。よしよしよし、次の行き先を見よう。おお、いいねいいね。こうやって登るんだね。やめろ、こいつ撃ち落とすってことか。横から攻撃して。危ない危ない、落ちる。危ない、しない、危ない、生えてる。でこれ降りていい。じゃあこれ降りる。オッケー、きたー、きた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 、やっとやっと。オッケーオッケー、やばいやばいやばい、先に行かせてもらうか。これなんだ、やばいやばいやばい、ここにジャンプ台があるか。これか、まだ上行く。あれさん、これ入った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 、あ、入った入った。僕だけ、カイさん来てる。やばいやばい、カイさん、カイさん、やばいやばい、一人だ、来た来た来た、危ない危ない、一人で来ちゃダメだ。あ、やれた。次何するんだ、ここで。謎の存在の元まで登り続ける。まだ登るんかい。めちゃくちゃ登らせるな。全然別ゲーになったぞ、もう。ダメだこれ。ちゃ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 。めちゃくちゃ面白いやこれ。このゲームめちゃくちゃ面白いや。もうジュースとか関係ないゲームですよ。じゃあどんどん行くよ。ダメだこれ。B ターンになったぞ、今。大丈夫。カレさんいる？おいた。あー、カレさん。ここに B ターンになりました、僕。ここに降りるんかな。よし、待とう。ここで待とうね。あー、結構いい時間になるね。怖いね。よし、待とう。オッケーオッケー。カエルさんどこ行った？さんは。あ、さまよってるんだね、向こうの方に。あパラシュートで。オッケー、ゆっくり来てちょうだい。先に行って散策すべきかな。いや、一応待った方がいいよね。あ、ここにいます。小さく。カタツムリが見えています。ここ来た。来た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 来てる来てる、バイーン、バイーン。あ、いいねいいね。僕たまたまこのトラックにビターンだったからね。よしよし、来た来た。意外とそう、トラックビターンですよそれ多分。そう見て、僕たまたま行ったけどね。あ、トラックビターン、トラックビターンなんですよそれ。あー、頑張れ頑張れ。あ、いいね。あ、そっから戻れるんか。危ない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 、光がけた。あ、オッケー。あ、そこに何でも調整できるんだね。さあ、そう、トラック見たんなんですよ、それ。声繋がってないんで分かんないと思うけど、いたから。いた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 、張り付いてる。張り付いてる張り付いてる。やったやった、ナイス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 。危ない危ない危ない、できやす。ここをきれいにしとこう。カエルさんのためにきれいにしとこう。じゃあ、これ行こうか。うわ、これむずいね。おい、これ、適当に乗ったけど、これ。うわ、むずい。行っていい？あ、これ、あ、じゃあ、いい、危ない、危ない、危ない。オッケー、オッケー。怖いからね、バスがどう動くか分かんないから。キャラコンゲーになったわ、急に。ゲットハイちゃんとやっときゃよかった。ここむずいね。別の難しさあり。よし、じゃあ行くね。よし、行こう。うわ、やばい、怖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 い、
いいよ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 、だんだんいくよ、来てるよね、来てるね、オッケー、行くよ、はい、次どんどんいくよ、おおすごい、あ、終わった、正しい道だって、あれ正しい道だけどこの中通るんか、あれ通れない、通れないけどこれ、あれ、お、こいつか、びっくりした、今ので道違うんかと思ったわ、詰まってたゾンビの赤ちゃんみたいなのが、オッケー、全員来る人が、あの、そうか、ここで脱落者がいたらねダメなんだね、ちゃんと一緒に来ないとダメです、皆さん一人だけ行こうと思っても行けません、お、これ使おう、はい、これ使って、オッケー、あれ入った、入っちゃった、オッケー、あと15分、やったやった、なんだここは、危ない、絶対落ちん方がいい、まだ向こうに行く、え、向こう行くんかい、どんだけこれやらされる、怖っ、行こうか、おお、パラシュートか、シンプルパラシュートか、これは来てる、やばいやばいやばい、最高距離で行こう、お、意外と一発で来れた、ビヨンビヨンもあるけど、よし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 、着いた着いた、来た、やった、ナイスナイス、来た、さあこれを、おお、でかい、あ、謎の存在ってやつか、くらえ、目が弱点だ、きっと、何すればいいんですか、謎の存在だ、あ、できた、何か、あの、見えるぞ、撃て撃て、隠れてて、強歩から隠れて撃て、痛い痛い痛い、何か何か、ただ攻撃すればいいの、あ、これを難しい、これを弓矢でやるのは難しいぞ、当たったけど、あ、だいぶ減ったね、絶対銃で来た方がいいわ、いた、あの弱点に向かって放物線を描け、適当に撃てればどれか当たる、あー、なんだこれ、すごい攻撃くんか、うわ、すごい攻撃来そう、いかついのは来るぞ、多分これ、あー、やられた、ありがとう、これ弓矢で攻撃むずすぎんか、当たってるんか当たってないんか、おお、カレさんも来いたぞ、え、あ、向こうに行けばいいんか、そういうことか、さすがだ、何も分かってない、近づけば当てやすいんだな、よしよしよし、ナイスナイス、よしよしよし、やったやった、当たったような気がする、しっかり倒して、この攻撃がいかついからこれをしっかり避ける、おい、あの弾見て当てなきゃいけないの、当たったわ、おお、ここ来るぞ、気をつけろ、離れろ、危ないよ、危ない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 、ここ端っこに落ちる、はい、こっち来て、落ちるなら落ちて、なんでなんで、ありがとう、ごめん、ありがとう、あ、もう場所移動しないとってことか、先に、あ、俺、あ、俺行ってなかった、ありがとう、さっさと移動した方がいいんだね、ここの場所に残るから危ないってことかな、わかる、はい、来てくれた、 OK、 カレさんも来てくれた、まずここを掃除して、オーブに集中攻撃、オッケー、だけどこれはそうで移動して近づくと、あ、アーマーがないわ、やば、チェイ、僕はあった、とりあえずアーマー取って、やべえ、オープン、オッケー、オッケー、オーブわからんが、痛い痛い痛い、ギリギリまで行って、ギリギリまで行って起こせるかな、起こせるか、倒れるか、あ、カレさん飛ばされたか、起きよう、切ってくれる、ガキ切ってくれ、起きて、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ギリギリまで自己性持ちましょう、ありがとう、撃つぞ、当たれ、当たった、当たったかよくわからんけど、よし、あ、もう入れて、でこっち行こうか、関係ない、ビーム関係ない、じゃじゃじゃ、当たれ、あー強い、これゾンビに殴られてるんかな、
敵に夢中すぎて、されるかな、されるかな、あれ、さあどうだ、まだ体力半分か、強いな、ちゃんと強い、 OK、 こいした、危ない、アーマーがたくさんあればな、いけるのにな。オーバーチゲ、あ、まだいた、次の場所か、これ紫オーブ弓矢で当たるか、これ痛い痛い痛い、強いね、ここ、ちょい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 、危ない危ない、強いわ、よし行こう、次か、で行こう、ありがとう、次渡っていこう、渡っていこう、オッケー、狙え、当たれ、当たった、やばい、止まって止めて止めて止めて、この攻撃来るよ、危ない危ない、あ、やられちゃった、はめられちゃったね、ボスに一生懸命起こせるかな、うわー、オッケー、大丈夫よ、オッケー、オッケー、達成、二つ同時に使わないように頑張ろう、そうだ、ボスも撃たなきゃいけないし、ゾンビもさばかなきゃだし、アーマーを入れとかないと、移動するか、で移動する、近づけすぎたら危ないとかあるんかな、やばい、なんかここ危ない気がする、今チャンス、攻撃、はい、今、はいはい、来た、あ、また色が、パ、色が戻った、ちょっと動かないで、危ないか、ちょっと回復させて、うわ、あ、大丈夫か、はい、心配ない、頑張ろう、もうちょっとだ、あー、サーバーと切断切れた、あー、せっかく頑張ってたのに、はい、ということでね、いいところでサバ落ちしまして、装備が全てなくなってしまったんですが、一度マッチに行って揃えてきました。これでもう一回行きたいと思います。初めてね、ストーリー任務行って分かったことなんですけど、確実にこの弓矢ではないですね、持っていくべきは。ただね、今回はこの武器で行こうって決めたんで、もう一回持っていきたいと思います。前回はね、おそらく普通の何もない弓矢を持って行ったんですが、今回はですね、せっかくなんで爆弾のセムテックスのついた弓矢を持っていきたいと思います。さらにですね、デッドワイヤー起爆装置も追加して、ビリビリ周りをして、より戦いやすい装備になるかと思ったんで、これを持っていきたいと思います。迷彩はですね、先ほどのマッチでゲットしたこのピンクの迷彩がありましたので、色を塗ってみました。これでいってみたいと思います。レイガンがあった持っていっか、でここに行くと、よし、オッケー、よし、まだかな、ボスだったっけ、そろそろ、そろそろボスか、あ、向こうに行くみたい、向こう側に行くみたい、ほい、このパラシュートは意外と飛ぶんですよね、いや、さっきよりだいぶ早いんじゃないの、ここまで20分か、あ、待って、点々と移動しながらここで戦うってことね、オッケーオッケー、でさっき、なんか、同じ足場にいたら危ないみたいなんで、それは移動しましょうかという作戦会議をカエルさんとしました。多分早く移動しないと、多分雷みたいのが来てやられちゃうんでね。で、これが撃てないんですよ。そのためにレイガン持ってきた。これでね、狙いたいんだけど、で、一発当てるだけじゃなくて、撃ち続けたら壊れるって言ってたんで、弱点が。どこに出る？頭か。さあ、出てこい。でかな、うわあ、危な、危な、まだ出ないか、弱点が出ないか、お、大丈夫か、どこだ、ナイス、弱点出た、まだ出てないよね、これ、あ、これビリビリ危ない、これビリビリが来たら移動した方がいいと、合ってる、移動し、合ってる、これ違うかも、違うかもだけど、いい、
とビリビリが来ないエリアがあるっぽいので、一人で移動しちゃダメか。あれここ違うな、多分離れちゃダメだったね、まだね。ちょちょちょちゃんと近づいて、あっち行った。近づいて、近づけば安全になるのかな。はいはい、これがきつい。レイガンしようか、レイガン撃て。よかった、レイガンだ、よかった。ちゃんとまともに撃てる武器を持ってくるべきですね、ここは。弓矢だけじゃなくて、あの弱点を当て続けるのは弓矢難しいので。オッケー、あ、向こうね。いけいけいけ。おー、どこ。あ、いた、滑る。よし、あそこまで行こう。痛い痛い痛い、殴られすぎ殴られすぎ。オッケー、でここまで来ればいいと。はい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 、狙いで。あ、レイガン優秀だ。ちゃんと狙ったところに飛んでいく。オッケー、やったやった。ちょっとアーマー欲しいな、アーマーが欲しい。このオーブが厄介だ。あ、どこに行かなきゃ、行かなきゃ、仕事場に行かなきゃ。でこう言って、あー、余った。 OK、 ちょっと狙ってみる。弓矢でも当たるか。いけ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 。この周りの安全を、周りの安全を確保しつつ狙い、オッケー。狙いなくはないけど、連続で当てるのは難しいね。アンダーマンを取って、オッケー。向こうにね、オッケー、了解。移動。お、めっちゃ削ってるよ、調子がいい。カエルさんが多分、カエルさんの銃がいいからだ。彼ちゃんと撃てるから。しょ、狙い狙い、欲しい。オッケー、当たった。ちゃんとアーマーも拾いつつ、おっしゃ、もうちょっとだよ。向こうか、向こうがいいか。移動移動、オッケー、狙って。あ、どうすんだ、うど動くな。いっていっていって、おお、ビリ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 タイム。ちゃんと安全確保、ビリビリ安全確保。狙え、同じとこ何度も狙う。おっ、狙え、いって、もっとだ。オッケー、よしよしよし、もっとだね。オッケーオッケー、とどめを刺すか。早いよ、大体分かってるからね。おお、ここ敵がいる、敵がいるとこはちゃんとビリビリしてあげる。ビリビリチャンスよ、ぐらい。上は難しい、角度が。ここぐらいか、待って、動くな動くな。解散に行ってもらうか。お、倒したか。よっしゃー、やりました、やったー、やりました、リベンジ成功です。あれあれ、どこ行った今、どこで脱出するんだ。おい、どうした、何やってる。彼女はまだいるって言ってるぞ。おい、まだか、出てきた、もう一回出てきた。どうすりゃいいんだ、2回目があるんかい。ドンキーコング状態だ、ドンキーコング1と一緒だ。倒したと見せかけて終わってない。どうしたらいいんだこれ、ここにいない、これ行っていいの。シールド張っている、ちゃんと聞かない、謎の存在を破壊せよ。本当ダメージがなんかネズミ色になってるわ。あっちか、スライスボスの方に近づくのは一緒かな。こうして、あぶね、ビリ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 させとこう。足元ビリビリからの、あ、なんか弱点がね、なんか星みたいなのあるけど違うんかい。やべ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 、ちょ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 、どうすればいいの。ジャンセンの付近のゾンビを切る、オッケーオッケー、ゾンビをさばけばいいんだね。今こそビリビリ弓矢近づかせるな。リロードしといて、いざとなったら使うからね。あ、出た、出た出た、レイガンいて、弓矢も腰なら当てられる。あ、やばいやばいやばい、すごい溜めてる、元気玉みたいに溜めてるわ、危ない。
おい、当たってるか、これ当たってるか、硬い。レイガンじゃダメか、レイガンに行こう。うわ、あれ消えた、弱点消えた後大丈夫、当たった今の。うん、あ、一応減ってるか、ちょっと減ったね、何か知らんがちょっと減った。うわうわうわ、忙しい忙しい忙しい、移動か、向こうに移動しよう。ちょっとダメージ入ったね。あ、ほんと思ったよりあちこち行くなこいつは。忙しいな、ボスを倒したいけどまだ弱点が出ないんか。じゃあ僕はゾンビを倒して安全確保。よし、弾を投げよう。あ、痛い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 、弾が落とされる。違う違う違う、弾を使って、あ、周りをキルしないと弱点が出ないってことね。 OK OK OK、倒してしっかり倒して周りを。出た、まだだね、もうちょっとか。うわ、時間が13分しかない。 OK 出た、レイガン、時間がないからレイガンに行くぞ。お、一つにしてまとめて、危ね。でもこれ撃たなきゃ、この時しかダメージ入らないんでしょ。でも当たってるんかこれ、これ危ないんか、これここ危ないんか。はいはい、先に壊せばいいんか。ちょっとこれ首元が当たらないんですけど。うわ、あ、見えるぞ見えるぞ、あるあるある、オッケーオッケー、だった、ちょっと減ったか、ちょっと減った気がするけど強いな。向こう行った、追いかけろ追いかけろ追いかけろ、とりあえず追いかけろ。でここの安全確保だ。打ち負け、飛ばされる飛ばされる飛ばされる、大丈夫、これこれこれ、意図せずジャンプ台を踏むこともある。あ、ちょ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 、うわー、どこ、もうもみくちゃされる、もう引く時間がない、ちゃんと引かなきゃ。うわ、きてきて、スペシャルゾンビも倒さなきゃだし、弱点を返さないってもらうか。僕はビリビリで守るか。これちゃんと、あ、まだすぐこれ乗っちゃう。あ、あ、やばい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 、落ちちゃう落ちちゃう、落ちたらどうなるんだろうね、怖い。すぐ戻る、10分しかないぞ。あっちに行ってちゃんと、いて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 、うー、ちょっと待ってね、すぐ戻ります、すぐ戻ります。 OK 来た、 OK、 ここ安全確保して弓矢でビリビリさしといて、やって、あれまだ弱点出ないか。ジャンゼンの周りを倒したら OK 出るでしょう。さあ来い、出た、いっぱい出た、いっぱい出て、レイガン持ってきて、待った、減ってる、この時減ってる、忙しい、あ、ちょっと減ってるね今のうちだ、減ってる、持ててよ、やめさせろ、そのビリビリよ、減ってるね、減ってる減ってる、やばい、ここにペイン、あ、危ない、倒した、よかったよかった、怖いな、ギリギリまでいたら、よし、追いかけろ、こっち構えろ、よし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 、いいぞ。でまたこの、あ、弱点、あ、ダメか、また攻撃できないんか、危ない、弾投げて、ゆっくり開か、うわ、どこ行った、向こう行ってる、いなくなってる、いた、このビーム強いね、素早く移動し、でここの安全確保、あ、また飛んでた、これ戻れる、お願いお願い、戻して、ほんまのギリギリ、あ、やばい、あ、このふわふわか、あ、危ない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 、距離感がスタメン近いんかい、オッケー、危な、どこ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 、これ戻って、持ってきた、また倒すんか、違う、これだよ、周りをさばいて、うわ難しいね今回、9分、ビリビリさしといて、アーマー拾っといて、出た、早く出して早く出して、それしかない、それを出さなくていい、あ、初めて意外とある、初めて落ちてるから投げていこう、先あったいこう、
出して、ジャクで出して、早く。助かない、こればっかだ。ジャンセンの周りをキルしないとってことかな。ちょい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 。あ、自己差いっぱいあるぞ。いいぞいいぞ。自己差はある。え、まだか。早く倒せ。あ、初めてで吸わしたらよくなかった。もしかしてそういうことかな。この魂を集める仕事中に初めてあんま投げようもいいかな。そっちだ。倒せ。こっちの方がいいか。ほい、お猿さんっぽい。早く投げて、お猿さん早く投げて。出た、狙え。もうちょっとだ、頑張れ。顔顔顔、絶対顔は弱点。これ当たってるんか。おててのがいい、またおててのがいい。意外とレーガンまっすぐ飛んでいいわ、助かる。早く、もうちょっとよ、頑張れ。これ弱点じゃないか。もう取っちゃう。ここが絶対に当たらん毎回。あ、勝った勝った勝った。倒したか。倒したんじゃないよ。倒したんじゃない。もう終わった。ガエまだいる。どっちどっちどっち。脱出するだけ。本当に状況。あ、じゃあじゃあじゃあ、終わってる終わってる終わって。脱出どこで、脱出どこでする。ちょっと待って待って、パニックパニック。あ、だだだだ、待って待って。出た出た、出るぞ、向こうだ。よしよし、急げ、脱出エリアだ。あ、脱出じゃないか。あ、また周りをまだ倒すか。終わりじゃない。もう謎の存在はもう体力ゼロでしょ。もう終わってるんじゃないんかこれ。敵対撃ちまくれ。もう何が何だか分からん。あんま拾って。あーあああああ、待って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 、返して返して、もう一回返して。オッケーオッケー。7分、ジャンセの周りを倒せばいいだけ。もう終わっていい？終わっていい？ 3! 終わった？終わった？ちょい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 。痛い痛い痛い、これ危ない。もうちょっとここで出口出そうだね。これ粘ろう。終わってくれ。長い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 。もういいもういい。うわぁ、熱い。まだ？早く！ちょっと早く。もういい、いつ終わってもいいよ。体力なくなる。こっちもゼロになるぞ。急げ早く。終わった。早く。おお、何がしてる。よかった、また出た。また体力ゼロになってるじゃん。よし、終わった。終わったでしょ。ふいふい、もう二度外出てくるな。終わったか。やったーやったやった、終わったでしょ。肉もあるし、チーズつけとこうか、怖いから。あ、やったー、終わった。おお、あ、そうか、またく捧げもんだな。やった、難しかった今回、大変だ。あ、これ出口出るんじゃないの。あなたが出してるんですか。早く、どこだ。あ、出した、最初から出してくれ。ああ、帰れる、やったやった、クリアしました。大変だった。じゃあカタツムリさんをさよなら。じゃあ帰りましょう。ふう、やったぞ、大変だ今回。やった。おお、3ヶ月後だって。下は読めない。あ、娘の様子を知りたいの？いや、大した用じゃないんだが、その元気かな。ちゃんとおとなしくしてる。本当よ。あ、いや、いろいろあったしな。すべてを整理するのに時間がかかったんだ。すべてを整理する？いつものラベノフはどこに行ったの？次の計画はあるのか。何をするつもりなんだ、ドクター・ジャンセンは。やっぱり知りたいんじゃない。おう、言えば。落ち着いて。電話してくれて嬉しい。実は休暇を取ろうとしたんだけど、今は何かをしていたくて。
ミラーの報告書のことを考えていてね。彼女が幼い頃に生き延びたアウトブレイクの現場を訪れているの。リバティフォールズは思っていた以上にちっぽけな街だった。なんてこった、エヴァ。聞いてくれ。そこを離れるな。まだなんかあるかな。危険な場所だ。あれが最後のボスじゃなかったんか。この町が何か意味あるのか。また続きがあるみたい。よっしゃ、なんとか脱出完了しました。おお、ギリギリなんとか使わずに帰りました。はい、ということで今回ね、新しく出たストーリーにもやったんですけどね、非常に難しかったです。カエルさんのおかげでなんとかクリアすることができました。いつもはね、あんま調べなくてもそんな難しくないんですけども、と思って新武器も持って行ったんですが、この武器で行くとなかなか厳しいですね。ボスの弱点を狙うのが難しいので、ちゃんと撃てる武器を持って行った方がいいなって思いました。一応ね、途中でレイガンを見つけてそれを強化して持って行ったんでなんとかなりましたけどね。皆さんもぜひチャレンジしてみてください。今後はね、このミスターピークスっていうのを使ってさらに難しいミッションがあるんで、また頑張りたいと思います。長時間ご視聴ありがとうございました。また見てください。